戦争での始まったような驚きしやがって、お前ちょっとお前大げさ、戦争でーす、ちょっと、うん、これ宇宙戦争が始まったけれど、白井博之に守れるもんなんて大島優子の写真集くらいしかなかった。長い長いタイトルのまさに看板に偽りなしのストーリー展開。突然始まった宇宙からの侵略に35歳で童貞で変態の白井博之はどう立ち向かうのか。果たして大島優子は登場するのか。するわけがない。エリーの晩餐会が送る不条理お下劣コメディ SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。